皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、自宅料理教室開業時、こんな間取りとキッチンのスタイルがおすすめ、ということについてお伝えしていきたいと思います。違うところででもですね、中が私のお話、経歴とかをお伝えしたことはあるんですけれども、いろんな職業をやっている中の一つに、インテリアコーディネーターをやっていたっていうお話を、折に触れてお伝えしていることはあるんですね。で、その中で、特にですね、コンサルタントの目線からしても、あとはインテリアコーディネーターからの目線からしても、こういう間取りとか、こういうキッチンの方が、料理教室を開講していく上ではいいですよね、というお話がありまして、でそれを、部署別にお話をちょっとしていこうかなと思ったところが、きっかけなんですけれども、そのうちの一つの部署ですね、今日はキッチンということについてお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、でそれでは本題に入ります。まずですね、自宅料理教室、これがリフォームとか、あとは開業時、何かそういう、こういう間取りとかで やっていけるっていう状態を作ることができるんであれば、理想なんですけれどもね、戸建てでまだ箱の状態でこういうレイアウトが使えるよとかできるよっていう意見が言える状態とか、しばらく自宅で教室をやっていたんだけれども、いよいよ手を入れてリフォームをしようかなっていう、そういう段においてですね、キッチンっていうのは非常にこう教室業において、しかも自宅料理教室業においてはすごく比重が高い項目になってくるので、もちろん皆さんが本気で、リフォームをしようと思った段においてはものすごく真剣にきっと選ぶと思うんですよね。実は私も今回リフォームを控えていて、今ちょうど機材っていうか、選定とかに入っていて、今回お勧めされているのがクリナップさんで、私も自分でやってた時いろんなメーカーさん、を扱ってます。キッチンメーカーさんもね、いろいろたくさんあるので、今回の場合には、その、業者さんがねクリーンアップで見てます、見積もりを見てますっていうことなんで、久しぶりにですね、キッチンのカタログなんぞを見ているわけですよね。こんな感じでですね、いろんなタイプのキッチンがあります。キッチン の種類もですね、一般的にはこう I 型って言われる、こう一列の I っていう字になってるね、一列、これは I 型とかってよく言って、その I 型が壁付けになっているようなタイプ、壁があってキッチンがある I 型のタイプと、独立した形で部屋の、真ん中とは言わないんですけど、そのキッチンの部分だけがポンって置かれているような状態でアイランド型っていうものが派生したものがあって、で L 型っていう、こう L 字になってるものとか、もっとすごい厨房みたいな感じだとコの字型とかあるんですけど、一般家庭は普通 I 型です。壁付けタイプの I 型かアイランド型、アイランドキッチン型ですね。要はシンクの部分が独立して部屋のところにポンとあるような、そういう雰囲気のアイランド型です。で、例えばアイランド型の、さらになんかものすごい進化系とかだとこんな感じですよね。はい、ポンともう本当に独立してて、これレンジフードがあって、なんか透明なその油跳ねを防ぐような透明なのがあるんで、もうほとんどね、キッチンがそこにあるっていうのが違和感がない、テーブルかぐらいの勢いになっているキッチンとかね、キッチンもね、家具の一つであるみたいな考え方でデザインをされているキッチンとかも最近非常に増えていてですね、非常に私がやってた時代の時よりもスタイリッシュになったなという感じですね。これも I 型系ですよね。 I 型のどちらかというとアイランドのタイプですね。ここにキッチンがあって、後ろにお揃いの面材の食器棚があるみたいな、そんな感じです。で、私自身のリフォーム計画もアイランド型の方で進めています。で、後ろがね、収納関係ですね、キッチン
のもちろん鍋とかそういうものも入れてきたりとか、あとはカップボードとかそういうのもまあ入ってきたりとかですね。まあいろいろです。で、まあ今回ですね、まあご紹介したいのは、じゃあ自宅教室の料理教室をやりたいんだったらどのタイプがいいのかっていう話なんですけど、スペースとかね、やっぱり使ってしまうんですが、そのアイランド型ですね、キッチンの部分がそのリビングとね、つながってるような状態でアイランド型っていうのが、まあ、やっぱりおすすめかなっていう感じですね。壁付けのアイ型だと、結局生徒さんがね、まあ、どこの位置にいるのかっていうのにもよるんですけど、背中か真横を向いて、まあ、やるような形になるケースが多いですよね。で、アイランド型だと、比較的、そちら側に生徒さんがいて、で、こう、ワイワイっていう感じで、コミュニケーションね、取りながら、対面キッチンとかの派生系がアイランドタイプなんですけれども、そこにこう少し大きめな天板とかがあると、生徒さんも一緒にそこで作業したりとか教えたりとかすることができますし、デモンストレーション型でやっていくにも、まあ、非常に都合がいいですね。はい。まあシンクがあってそこにあることで、まあ、アイランドっていう場合もありますし、ガスコンロがまた別で後ろにあってって、さらに分割した形のタイプのものとかいろいろあるんですけれども、まあ要は生徒さんね、周り囲ってもらっても大丈夫ようなスペースがあるっていうのが本当は理想、本当は理想です。はい。まあ、対面キッチン型みたいな形の独立してアイランドになる。だから、釣り戸とかが上にはない感じになるので、収納を確保していかないといけないですよね、後ろの方に。なので、割と比較的スペースがあるタイプの間取りにしないと、ちょっとしんどいところはありますよね。これは、どのタイミングで、料理教室を開業するっていうのと家と連携させることができるかっていうのがあるんですけれどもね。なかなかその家族の理解とかね、していくの難しいかなっていうふうに思いますし、あとはそのアイランドにするとき、まあ私も今回アイランドにするんですけれども、多分一番大変なのは、日常的に見られても大丈夫な綺麗なキッチンにしておくことっていうのが、まあ多分大変かなっていうふうに思ってますね。要は隠れるものがないので、見えたところから丸見えなんで、基本はやはり教室業っていうのをやっていく部分で、まあ非日常であったりとか、生活臭があまりしない方が、まあ、お客様にとって好まれる空間作りになるので、生活空間のところとリビングっていうのをなかなか切って切り離せないじゃないですか。教室をやってるその日中の時間は自分が教室に使ってても、夜になったら家族もまあ使うっていう重なる動線になってしまう作りになってるケースが多いですよね。ということは、それをきれいに保つっていうのは自分だけじゃなくて、まあ、家族の協力とかも必要になってくるので、なかなかにハードルが高いところではあります。ただ、まあ、その場所をですね、使ってお仕事をするっていうことを、まあ、考えるのであれば、まあ、そのあたりは致し方ないのかなっていう部分もあります。ですから、結構アイランドに作ってあるとですね、非常にこう生徒さんとの話とかコミュニケーションとかも取りやすいですし、釣り戸棚がない形で、その空間が設定されていると、お話とかあと見せていくのにも非常に見せやすいので、基本はレイアウト的にはアイランドカウンターがいいかなというふうに思います。で、今は結構IH のオール電化とかも進んでるので、 IH の、まあ、クッキングヒーIH のタイプのガスとかね、比べてガスの調理機器のところが IH になってるようなタイプとかも非常に多いんですけど、まあ、火力があるようなタイプのものとかで見せていくだったら、まあ、ガスの方が火でね、こう火力っていうのができたりとか、あと生徒さんがね、今どっちの方が多いのか、一般的にやっぱりガスの方がまだ多いので、まあ、ガスの火加減とかそういうもので見せてあげるのであれば、
拭きやすいとか調理しやすいのは絶対的に IH なんですよ。でもまあガスが一般的なので、そういうもので見せる上ではガスでもいいのかなっていうふうに思いますけどね。五徳って言われるね、ここの部分の汚れが、まあ、結構気になるところではありますけれどもね。でそのガスでっていうので、もし必要な時にね、どうしても見せたいっていうところがある場合には、カセットコンロとかで見せていく、火力が少ないですけどね、簡単な調理とかはカセットコンロでおそらく見せていくことができるかなと思いますけれども、まあ、電気のタイプの、オーブンとかを使いたいとかっていう場合には、電気が確か200ボルトとかすごい、その1本だけ専用回路を新しく引っ張ってきてやらないとできないケースが多いので、そんな観点からもですね、IH 化をしていくとき、リフォームなしや新築のときに別途そのコンセント、専用コンセントを取って機器がねできるかどうかっていうのもポイントの一つになるので、一般的にはガスの方が普通に使いやすいんだろうなっていう感じはいたします。で、収納の方なんですけれども、収納スペースはですね、多分一般の家庭よりも教室の先生の方が機材が圧倒的に多いんですよ。お菓子だったら型すごい多いですし、あとはパンとかでもまあまあ型とかね結構多かったです。だから多分普通の家の3倍ぐらい収納が必要なイメージがあります。なんかいろんなものとか、私もパンやってた時にこっち側のキッチン側の方で収納で全然型が収まりきんなくて、奥の部屋にやっぱり型置いていて、そこから必要なレッスン分だけ型持ってきてやってたりとかしていたので、まあトール収納って言ってこうね、上から下までこうつながってるようなタイプの収納、大きめのがやっぱ1本は教室用に欲しいところですね。家族用のとは別として、はい、ですから調理機器が特にお料理の先生とかお皿も多いですよね。お皿も収納結構大変だと思います。普通に生徒さんの調理で使うタイプのお皿と、あとは本当にこうね家族の方で使っていくものとっていうのがまた別にある場合には別になるでしょうし、でお皿も収納かけていく上では引き出しタイプの方が、まあ、何があるかっていうのをいっぺんに見えるので楽ではありますけどね。開き扉でこう重なってるのをこう取るっていうよりは上からパッと見れるのは楽ちんではあるんですけれども、まあ、やっぱり高い食器とかだとね割れるのもちょっと怖かったりとかもしますので、まあ、どのあたりのランクのお皿を教室業に使っていくかっていうの、これまたご自身のねやりたい教室のランクによって高級な形で見せていきたいという教師だと、やっぱお皿のグレードもそれなりにしていかないといけないですし、まあ中流くらいの感じだと、まあ、これぐらいのお皿で大丈夫とか、やっぱりその見え方とかね見せ方っていうのも必要になってくるので、そのお皿の種類もどういうものが必要かっていうのもまあ考えていく、まあ、レイアウトとは直接関係ないですけどね、はい、そういうのもありますね。あとは、冷蔵庫、冷蔵庫はですね、まあ当然家族のもの以外の教室のものを入れるものがあるから、やっぱり大きめの冷蔵庫の方がいいですね。横幅があってね。で場合によってはさらにプラスアルファで冷凍庫だけっていうのも、持ってる方も結構多いです。私は、パン教室の時にパンの冷凍とか、あとバターとかを冷凍しておいて、冬にバターものすごい使う、普段は使わないんですよ私、バターなしでできるような天然酵母のパンのレシピをベースに作っていて、油脂とかもほとんど使わない状態のレシピばっかりなんですけど、冬によく使うんですよ。なぜ冬によく使うかっていうと、バターたっぷりのリッチなパンって言われるリッチリーンっていうパンの種類があるんですが、リッチなパンっていう方のタイプのパンが年末系にかかってイベントが多いところで非常に増えてきちゃうんですね。ですからその時にバター普段使わないんだけど使うんです。で皆さんも使うんです。だから年末系はバター争奪戦になるんですよいつも。
で高騰します値段が。しかも頼んでも1人1個とか2個までとかいう個数制限までついてきちゃうんですね。なので、私は8月とか9月にバターをちょこ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 買い溜めておいて、冷凍保存しておいて、でその時期に頑張って無理に一生懸命買いに行かなくても済むように冷凍庫で保管してました。であとはパンとかも全部毎回食べてるわけじゃなくて、あの試作をしてある程度味が確認できたらもう冷凍しておいて、誰かが必要に欲しがる人にパンをあげてたりとかよくしてましたので、そういう意味でも、ね、冷凍庫って家庭の冷蔵庫レベルの冷凍庫って足りないんですよ結構。だから冷凍庫も あるとなおモアベタです。まあ、なかなか大きい壮大な話になっていっちゃうんですけどね、はい、ですから収納もねちゃんと確保できるといいよねっていう感じはあります。でまあ基本的にキッチン水回りなんで、やっぱり結構お手入れとかをねしないと、汚く見えてしまう場所です。でしかも家族が使う場合にいろいろなものが雑多に置かれてしまうタイプの場所にもなりますので、まあ、キッチンが例えば部屋の一部であったり家具の一部であるっていう感覚からレイアウト決めたりとか、もちろん面材とかね、キッチンの面材とか昔に比べてなんだろうな、お掃除しやすいタイプのものは増えてますよね。ちょっとさっと拭くと水汚れとかなんか飛んだものとかが落としやすいとか、まあ、私は個人的には鏡面タイプが好きなんですけどね、つるんとしてるからこう拭きやすいみたいな感じと、あとちょっとキラッと光るのでちょっとゴージャス感があるかなっていう感じなんですけどね、はい、ちょっとですねまだ今度見に行く予定なんですけど、イメージが割と全体的なカラーリングのお家のイメージが白ベースで考えているので、キッチン鏡面タイプっていうこのね、この楽屋さんっていうこのシリーズで言うと、まあ、鏡面タイプがこのオペラっていうところか、このアロマっていうこの辺りが鏡面タイプになってるので、まあ実物見るんですけど、なんとなくこのオペラのこのオペラチェリーっていうちょっとワインレッドみたいなやつとかね、こんな感じの良くないですかのキッチンにしてみよう。釣りとはないんでこんなに赤は目立たないと思うんですけどね、はい、こんなのにしてみようかなというふうに思っていますので、まあ、アクセント的にねインテリアの一部としてキッチンを考えるっていう感じもいいなと思うし、やっぱり綺麗なキッチンとかだと生徒さんも、ね、見られても一緒に作業をそこでやっても、まあ、ワイワイって楽しくできると思いますので、そんな位置づけからキッチンも考えてみるといいかなと思います。で間取り的にはですね、やはり自宅スペースの部分と、そのリビングダイニングっていう、まあ、教室として使いたいスペースをゾーニングをですねやっぱりきちんと分けてやれるといいですね。私の家の場合にはマンションなんですけど、まあ、ラッキーなことに1階なんですね。で奥の方が玄関もちろんあるんですけど、庭側の方に全面的に広い出入り口にもなるような大きい窓があるんで、皆さんから庭からこう出入りしてもらってるんですね基本的に。なので、まあ、そちら側で完結してしまうので玄関使わなくてもいけるっていうのが、まあ、一つポイントなので、途中で分断分離できるドアをつけることによって、まあ、今度大改装するんですけど、奥の部屋が、まあ、いわゆる水回りとかお風呂とか洗面とかあと寝室とかっていう区分けにして、リビングダイニングキッチンっていうのをドーンと大きくワンルームに今度しようかなというふうに思ってるのでまた随時こういうイメージでこう作りましたみたいな内容とかをですね報告をしていきますので、合わせて参考にしていただければなというふうに思います。基本的にはお料理教室をねやる場合にはなるべくアイランド型がいいなっていうのと、あとは自分の自宅スペースの、部分と教室の部分を分けて使えるような間取りがいいですねっていうことの
お話でございました。ご参考にしてみてください。それでは。